その時、背中にドンという感覚がして、気づくと私は池に落とされていた。バシャンという音がして、私は全身が池の中に。慌てて立ち上がると、池が浅かったようで足がついた。義母はずぶ濡れになった私を見て大笑いしていた。意外と浅いのね、残念。私の名前はかなえ、32歳の専業主婦だ。私は夫の拓郎と結婚して2年になる。夫との出会いは職場で、私が移動した先の部署に夫がいた。彼は私の教育係として仕事を教えてくれたのだが、仕事ができて頼れるのでとてもかっこよく見えた。彼は移動して一人で不安な私を気遣って、食事や飲みに誘ってくれて話を聞いてくれた。そういう面倒見のいいところもポイントが高かった。それから何度か食事を重ねていくうちに、彼からデートに誘ってくるように。そして交際が始まった。順調に交際を進めていき、私たちは付き合って2年が経った頃に結婚した。夫は結婚したら私には家庭に入ってほしいと言ったので、私は退職して専業主婦になることに。それからは夫を支えるべく主婦として家事を頑張った。新婚生活は幸せだったと思う。夫はいつも定時に帰ってきてくれて、私の料理を美味しいと言ってくれた。土日はドライブや旅行に出かけて、いろいろと思い出を作った。きっとずっとこのまま幸せな日々が続くんだろうなと私はそう思っていた。そんな幸せな生活に陰りが見え始めたのはつい最近のこと。義父が病気で亡くなってしまったのがきっかけだった。夫は義父が亡くなると義母がかわいそうだからと同居を提案してきた。私は正直同居はしたくなかった。というのも義母のことが苦手だったからだ。義母は一人息子の夫を溺愛しており、私に息子を奪われたと思っているようで、常に敵意を私に向けていた。義実家に遊びに行くと、夫には笑顔で話しかけるのに、私にはまるでゴミでも見るかのように冷たい視線を向けて接してくる。私はあんたのこと認めてないからね。台所で不意に二人きりになると、そういう言葉を耳元で囁いてきた。そんな風に私のことを明らかに嫌ってきている義母と一緒に暮らすなんて私には無理だろうと思った。だから私は同居は難しいと夫に自分の意見を伝えたのだが、夫は夫で、母さんの方から同居したいって言ってるし、歩み寄ってくれてるんだからさ、と私がわがままを言っているように聞こえているらしい。仕方ないので義母に嫌われていて、嫁いびりを受けていることを伝えたのだが、夫は信じてくれなかった。母さんが嫁いびり？そんなくだらないことをするような人じゃないよ。母さんは娘も欲しいと言ってたからさ、仲良くしてやってくれよ。夫にそのように頼み込まれてしまい、私は結局同居を承諾してしまった。だがこれがやはりというか地獄の始まりだった。かなえさん、お湯の温度が低すぎるわよ。もっと熱々にしてちょうだい。あなたまだトイレ掃除してないの？本当にのろまね。昼ご飯もワンパターンだし、料理も下手なんていいところゼロじゃない。一体どういう教育を受けたらあんたみたいな出来損ないが出来上がるのかしらね。本当にひどい言いようだった。私からしたらそんなことを堂々と言いまくるあんたの親の顔の方が見てみたいよ。何よその目は。なんか文句でもあるのかしら。いえ、私は最初は特に反抗もせずに義母の言う通りにしていた。そのうち嫁いびりにも飽きてくるだろうと思っていたからだ。だが義母は瞬間接着剤もびっくりするほどの粘着力が強いタイプで、ずっと嫁いびりをやめなかった。私はだんだんと耐えきれなくなり、言い返すようになった。本当にまずいわね、あんたの料理は。こんなものを新婚の時に拓郎に食べさせてたの？信じられないわ。だったら
お母さんが料理を作ってお手本でも見せてもらえます？今日の晩ご飯、お母さんが作って何も言わずに拓郎に食べさせてみてくださいよ。その時に彼がとても美味しいって言ったら、私もお母さんの方がすごいと認めますよ。義母は私がまさかそんな風に挑発してくるとは思わなかったようだが、喧嘩を売られて逃げるのはプライドが許さないようで乗ってきた。いいわよ、見てなさい。あんたより私が優れてるってところ見せてあげるから。そう言って鼻息を荒くしながら料理をし始めた義母。私はどんなもんかと楽しみにしながら、久しぶりに料理をしないでゆっくりとした時間を過ごした。そして夫が帰宅し、食事の時間に。バレないように普通を装いながらもそわそわしている義母。そこで夫が食事をしながら一言。なんか今日のご飯味付けが変。いつもより美味しくないかな。カナエにしては珍しいね。夫がそのように言ったのだ。義母は目を見開いて驚いている。私は心の中で特大のガッツポーズをした。私は種明かしをしようと、実はね、今日はと説明しようとした。すると義母は、そうね、カナエさんちゃんとしないと、専業主婦なんだから美味しいご飯を作らないとダメじゃないと言ってきたのだ。いやいや、自分が作ったもんじゃろがいと心の中で突っ込んだが、いちいち反応するのもめんどくさかったし、何よりそんなことを言っている義母が一番悔しいはずだ。だから私は義母を見てニヤニヤしながら、すいません、今日はなんだか調子が悪かったみたいですと言ってやった。その時の義母の悔しそうな顔は今思い出しても笑える。それからというもの、私は自分が無理だと思ったタイミングには義母に言い返すようになった。義母は私が言い返してくるたびに動揺して怒っていたが、私はそういう脅し的な感じのものには動じないので、許容範囲を超えてくるものには真っ向から対決した。すると義母はどんどん不機嫌になり、日中は部屋にこもるようになった。私としては必要以上に義母と関わらなくて済むようになったので、とてもありがたい。だがそんな中、仕事から帰ってきた夫が私に話があると言ってきた。一体どうしたの？母さんから相談を受けてるんだ。カナエに嫌がらせを受けているってな。え？日中に今に出てくるなと言って部屋に閉じ込めているそうじゃないか。ちょっと待ってよ。お母さんが勝手にこもっているだけだよ。私は何もしてないわ。本当か？だって母さん相当辛そうにして、俺が昼休憩の時に電話してきたんだぞ。そんな。すると義母が今にやってきた。タクロ、いいんだよ。人には相性ってものがあるから、カナエさんにとって私は仲良くできない相手ってことなんだろう。でも私は嫁と仲良くしたかったよ。せっかく欲しかった娘ができたと思ったのに。そう言って目を両手で押さえて泣き出す義母。きっと嘘泣きなのだろうが、夫には効果的だったようだ。母さん、ごめんな、俺が気づけなくて。カナエ、ちょっとひどいぞ。お前がそんな性格の悪いやつだと思わなかった。ちょっと待ってよ、あなたは私の話は一切聞いてくれないの？母さんが嘘でこんなに辛そうにするわけないだろう。私はお母さんから嫁いびりを受けてるのよ。被害者は私よ。私が必死になってそう言っても夫は信じてくれなかった。私が嫁いびりなんてするわけないじゃない。拓郎なら分かってくれるでしょ。ああ、そうだな。母さんがそんなことをするわけがない。カナエは少し自分の行動を反省してくれ。母さんはまた何かあったら俺に相談してくれよ。ありがとう、タクラ。あんただけが頼りだよ。義母は確実に夫を自分の味方につけることに成功した。私のことを全く信用してくれない夫に正直絶望した。義母が夫のことを溺愛しているように、
夫もまたマザコンな部分があったようだ。そしてそれからというもの、義母は強力なバッグを得たかのように私をいびってきた。家事をどんどんやらせて、その度に文句を言って気持ちよさそうな顔をしている。本当に性格が悪いなと思った。しかも私が少しでも言い返すと、義母は夫に告げ口をして、私は夫に怒られるという流れができてしまっていた。私はこんな生活はもううんざりと思い始め、離婚の2文字が頭に浮かび始めていた。そしてそんな時、思いもよらない出来事が起きた。それは夫と義母に無理やり外に連れ出された時のこと。義母が買いたいものがあるからと、私は車の運転をさせられた。夫に運転させればいいのにと思ったが、仕事で疲れている息子に運転などさせたくないとのこと。断ると夫に怒られるので仕方なく従った。そして買い物を済ませた帰りに公園の近くを通ると、義母が突然、自然の中を歩きたいわと言い出した。私はすぐにでも家に帰りたかったのだが、夫もそれじゃあ少し歩こうと言って、私に公園の駐車場に入るように指示した。私はここで待ってると言ったのだが、義母があなたも来るのよ、ノリの悪い子ねと言い、夫も母さんが一緒に歩こうって言ってるんだから降りろと命令してきた。ここでごねるとまた面倒なことになるので、私はおとなしく従うことに。そしてだらだらと夫と義母についていきながら公園内を散歩していると、池にカモがいるのを発見。義母が可愛いわねと言い近づいたので、夫もそっちに行った。私は一歩引いて見ていたのだが、義母にあなたも近くで見なさいよと言われ、夫が早く来いと言ったので仕方なく近づいてカモを見ることに。すると義母はほらもっと近くで見なさいと言って、自分はちょっと下がり、私を前に誘導した。その時背中にドンという感覚がして、気づくと私は池に落とされていた。バシャンという音がして、私は全身が池の中に。慌てて立ち上がると池が浅かったようで足がついた。義母はずぶ濡れになった私を見て大笑いしていた。意外と浅いのね、残念。夫も一緒になって笑っている。おいおい、カモがびっくりして全は逃げちゃったじゃないかよ。信じられない。こんなことをして嘲笑うことができるなんて、どんだけひどい性格をしているんだ。私はこの時、夫と絶対に離婚してあの家から出ていくことを心に決めた。それからは離婚の準備をするので忙しかった。義母の目を盗んで弁護士の依頼をするのはなかなか大変だった。あまり外出時間を増やすと浮気だなんだと言われて、夫に報告されて面倒なことになってしまう。かといって家で電話をしていれば盗み聞きをされて厄介なことになりそうだった。だから慎重に行動せざるを得ず、思いのほか時間がかかっていた。そんな時だった。ある週末の連休の時、義母と夫が今から俺たちは沖縄に旅行に行ってくるから留守番してろよと言ってきた。あんたの分の航空券とホテル代はもったいないからないわ。もし来たかったら自腹でついてきなさい。義母はニヤニヤしながらそんなことを言ってきたが、私にとっては逆に好都合だった。この隙にいろいろと準備を進められる。嬉しい気持ちを抑えて塩らしい演技をした。あ、私は家で留守番をしています。どうぞ楽しんできてください。義母は勝ち誇った顔をしながら、掃除だけは抜かりなくするんだよと言って夫と一緒に出て行った。それから私はすぐに弁護士を呼び、いろいろと細かく手続きをした。実は義母から今までいびられてきた時の会話はずっと音声に録音していた。そして夫が私の味方を全くしてくれない時の会話も録音していた。
これらはかなり有効な証拠となったようだ。弁護士の方はこれだけ揃っていれば十分に向こうの有責離婚になりますと言ってくれた。だがそんな時だった。いきなり私の元に病院から電話が。なんと義母と夫が車を運転中に接触事故を起こして大怪我を負ったとのこと。現在は二人とも病院に運ばれたとのことで、すぐに来てほしいと言われた。私は慌てて病院へ。二人ともぐるぐるに包帯を巻かれていて、義母は眠りについていた。かなえ、来てくれたのか。あなた大丈夫？どうして事故なんか。母さんと一緒に旅行先のグルメを調べてたら信号を見誤っちゃって、赤信号なのに発進しちゃったんだ。私は呆れてしまった。完全に自分たちが悪いじゃないか。話を詳しく聞くと、接触事故の相手側はほとんど無傷だったようで安心した。こんなバカみたいなことで向こう側が大怪我を負っていたらかわいそうで仕方がない。夫はひどく落ち込んでいるようで、その原因は義母の怪我のことについてだった。母さん、怪我の具合が相当ひどいようで、半身不随になって介護が必要な状態みたいなんだよ。私は義母の怪我よりも介護というワードに寒気を感じた。そうなんだ。だからかなえ、母さんの介護よろしく頼むな。はあ？こいつは一体何を言っているのだろうか。自分が大怪我を負わせたのだから自分が責任を持って世話をするべきだろう。どこまでも思考回路がおかしい夫に私はとことん呆れてしまった。そしてその後、義母と夫が退院して家に帰ってきた。私としてはようやく夫に離婚を切り出せるタイミングがやってきたという感じだ。夫はすっかり怪我が治ってピンピンしているが、義母は本当に介護が必要な状態で、専用の介護ベッドを用意したり車椅子を用意したりと、かなり大掛かりな準備が必要だった。じゃあ母さんをよろしく頼むな。夫はそう言って私に全てを任せて会社に行った。本当に自分勝手な人だなと呆れたが、もう顔を見ることはないのでどうでもよかった。私は夫を見送った後、自分の荷物をまとめ始めた。するとその時、義母が実質のベッドの上で私を大声で呼んだ。しばらく無視をして荷物をまとめていたのだが、いつまでも叫び続けるので仕方なく行くことに。あんた、やっと来たわね。どれだけの間呼んだと思ってるのよ。声が枯れてしまったわ。すいません、他のことに夢中になってて。それで一体何の用ですか？トイレに行きたいのよ。え？だからトイレ、漏れそうなの。ああ、トイレですか。私はベッドの上でそのように言う義母に満面の笑顔でこう言ってやった。ご自由にどうぞ。義母は目を見開いて驚いている。え、ちょっとどういうこと。あんた早くトイレに連れて行きなさいよ。嫌ですよ。なんで私がそんなことをしないといけないんですか。ふざけないでちょうだい。あんたこんなことして拓郎が黙ってないわよ。そうでしょうね。でももう私には関係のないことですから。あ、私拓郎さんと離婚します。え、今から出ていくので介護はできません。そんな、待ってよ。あなたが今出ていたら私を誰が介護するのよ。ここに残りなさい。離婚だなんてバカなこと言ってないで介護をしなさい。そんな状態でもまだそんな風に怒鳴れるなんてすごいですね。逆に尊敬します。ですが、私があなたの介護をするなんてことありませんから。今までどれだけ私を苦しめてきたか分かってますか。あなた私を池に突き落としたんですよ。あれって立派な暴行罪ですよ。警察に通報することだってできたんですからね。ちょっとふざけただけじゃない。そんな大げさな。あれを大げさだなんて表現できる時点で人として終わってますね。やっぱりあなたは最低です。私が受けた精神的苦痛の数々、離婚後に慰謝料として請求しますから。そんな、ご
ごめんなさい、私が悪かったわ。今までの行い謝るから。へえ、ちゃんと謝れるんですね。でも絶対に許しませんが。私はそう言って家を出る支度をして荷物を持った。かなえさん待ってよ、一人にしないで。トイレ行けないじゃない、おしっこ漏れちゃう。大丈夫ですよ、ヘルパーさん呼んでますから。なんだそれ、早く言いなさいよ、このクズが。ほら、やっぱり何にも反省してないじゃないですか。あ、いや、これは違くて。もういいですよ、離婚することは絶対なので。では。あ、ちょ、ヘルパーさんはいつ来るの？確か15時くらいからです。え、義母はヘルパーさんが来る時間が予想以上に遅かったことにびっくりして絶望したのか、お漏らしをしてしまったようだ。恥ずかしさや屈辱から義母は正気を失った顔をしていた。私はそんな義母を横目に家を出た。そして夫には、テーブルの上に離婚届があるので記入をお願いします、もう会話はしたくないので、後のやり取りはすべて弁護士を通してください、とメッセージを送っておいた。案の定、夫からは鬼電が来ていたが、すべて無視してやった。その後は弁護士を通して夫に離婚と義母からの精神的苦痛についての慰謝料を請求。最後まで夫は離婚を拒んでいたらしいが、十分すぎる証拠の数々に裁判では勝てないと判断して、ようやく離婚を受け入れた。元夫は私への慰謝料を支払い、そして義母の介護のためにヘルパーを雇うことになったため、一気に生活が苦しくなったらしい。義母は、私がこんなことになったのはお前のせいだと元夫を罵るようになり、元夫も、母さんがカナエをいびらなければ離婚にはならなかったと毎日喧嘩をしていて、お互い精神的に参っているそうだ。そんな近況をつらつらと書いたメールを元夫が送ってきていたが、消去して連絡先はすべてブロックしてやった。一方、私は元夫と元義母が入院している間に仕事と新居を決めていたので、問題なく一人での生活を送れている。今は久しぶりに社会人として会社勤めができて、とても楽しく充実した時間を過ごしている。しばらくは仕事に打ち込みながら、新しい趣味でも見つけようかなと思う。マザコン夫と嫁いびり義母がタッグを組むと本当に面倒くさいですよね。主さんはよく耐えたと思います。今回は夫と義母は自業自得というか、罰が当たったんですかね。主さんが今度こそ素敵な男性と出会えて幸せを手に入れられることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。